三枚尾先生です。保険をねちょっと入ってみました。本人型ですね。開始日が18年の9月1日0時から、19年8月31日ですね、まあ、これ延長しますけれどもね、1年間以上ですね。いろいろね、万が一ね、相手のね、被害を与えてしまったとかね、そういう時に、入る保険なんですけども、まあ、これは、これは自分なんだけども、とかちょっと障害を受けた時に1日40円でね、月40円で500円の、入院費がもらえて、これは非常に少ないですけども、これね、これが多いんですよ。これですね。これが多いんです。個人賠償でね、なんか、誤ってね、ぶつかってしまった相手を傷つけてしまったときに、ね、1億円を支払います、私がね。1億円。相手に被害を与えてしまったっていうときはね、日本国内ですね、国内どっか行ってて、うっかり間違って相手を傷つけてしまったとかね、いうときに、これ月100円なんですね。で、1億円も出せるんですよ。相手に迷惑かけたときにね、間違ってね、ぶつかってしまったとか間違ってね。ね、で、あとね、簡単なのはね、300万っていうのはね、これはね、家のもの盗難にあったりとか、ちょっとした地震で家が壊れたとかいうときに300万を売りるって最高だね。まあ大体100万ぐらいって言うけどね、3分の1ぐらいが最高だと一般的には言われますけどね。で、月760円。これ100円なんでね、月80円。これはね、携帯、これいいんですよ。携帯電話を持ってた時に落としちゃって壊した時とかね。うん、まあ10万だから3万ぐらいですね。うん、一般的な。それとか、カバン盗まれちゃったと。国内でね。置き忘れはね、入んないそうですね。10万。だから、カバン持ってってね、携帯電話とか持ってって万が一ね、盗まれちゃったという時にね、忘れ物はした時はね、出ないんですけど、自分のね、ミスでは出ないんですよ。なんか、相手から盗まれちゃったとかね、隙を見て取られちゃったとか、そういう時に10万円保証、80円でね、まあ、30万ぐらいにしといてもいいんだけどね、ちょっと初めてちょっと入ってみましたね。で、あとはね、それで合計ね、私ですね。ね。こうしてちょっとお見せできないけど、合計980円ですね。の保険ですね。非常にいいですね。全部見せられない。行動が見えたんでね、見せられないんですけども、こういう保険をね。これは楽天の保険ですかね。1日当たりの入院とかね、これね。それちょっと全部見せられないんだけど。基本タイプね。どういうのが見えるか、ね。この色はちょっとやばいんだね。ということでね。楽天の本人型のやつをね。これね。メインがこれですね。メインがこれ。ね。月940円。ここのとこだけですかね。出かけてまたバッグが盗まれちゃったとかね。家の所有物。お金はね、現金は盗まれたときは、ダメなんですよ。物ですね。
物盗まれちゃったとか、家にあるものが盗まれちゃったとかね。であとは、電化製品の故障でね、火事になっちゃったとかというのはダメなんですね。一番問題というのは、だから賠償ですね。相手に間違って、ね、傷つけてしまったと、ね、ぶつかってしまったとか、ね、ボケて相手に傷つけてしまったとか ね、でそういうのは1億円まで。これ言うなれば一番のメインはこれですね。人に被害を与えてもお金でなんとかね償いましょうと、はいね、相手を間違ってぶつかってしまって寝ぼけてぶつかってしまったとか ね、で大怪我してしまったときは1億円まで私は払いますよと、ね、払うことができるんですね、保険でね。まあ、これも3000万ぐらいで、3300万ぐらいでしょうけどね、マックス大体ね。全部降りるってことはまずないですからね。まあ、3300万ぐらいはね、最大値出せますよと。好意的なことではダメなんですね、喧嘩とかね。で殴って傷つけちゃったとかいうのはダメなんですけど、間違ってぶつかってしまったとかね。ね、私の方で、悪気がなくて、ね、とかいうので相手に傷つけてしまったとかいうときは、ね、まあ、3300万ぐらいは降りる、この3分の1ぐらいは降りますよということでね、保険に入りました、ね、ずっと続けようと思うんだけど、ちょっと増やしますけどね、後でね、増やすと思うんですけど、ちょっと非常に980円でね、これだけのね、ポイントがあるというのは大きいですね。そんなことでした。どうもありがとうございました。